はい、毎度お気に入りフレードです。今回の動画も新型コロナウイルスの海外最新情報をドイツ現地から皆様にご紹介いたします。今回の動画内での情報は7月12日午後12時までにドイツで報道されたニュースです。今回も重要な点だけピックアップして皆様にご紹介いたします。さて、月曜日、先週は結構いろいろ用事があったり体調が優れなかったのでニュース動画が出せずに、その代わり他の動画を出してみたんですが、本日はなんとかいけそうです。お待たせいたしました。で、最近気になっているところが、コロナワクチン3回目打った方がいいのか打たなくてもいいのかと、デルタ株について重症化するのかしないのか、ただ単に伝染性が高いだけなのか、そして世界の今現在のコロナの状況はどのような感じなのか、この3点が若干触れられているようなニュース内容となっております。ということで本題に入っていきましょう。まずですね、制限などですが、12日ドイツ病院協会、コロナ対策ではコロナ発生率だけではなく診療所の占有率に注意を要求と、注意を払うようにということです。簡潔に言いますと、ドイツにおいてもコロナ発生率だけをかなり注目し、いろいろ規制強化であったりみたいな、コロナ発生率100以下だったら、50以下だったら、25以下だったらとか、そういうような感じで規制強化、規制緩和がされていたんですが、今後はですね、デルタ変異株に関しては重症化しにくいという、今現在の見解があるので、今後未接種者においてはどうなるか分かりません。感染はもちろんコロナワクチン接種者よりも未接種者の方が感染しやすいのはもう当たり前のことです。ただし、コロナワクチンを接種している人たちがもう結構増えてきているので、日に日に今後規制強化をする際に使うデータ、としては診療所の重症化患者数であったり、治療されている患者数であったり、そこに逼迫があるかっていうところに注意しながら規制強化であったり規制緩和をしていくような流れになりそうです。で、一方でですが、南アフリカがかなり現在危険な、状況にあると見られており、遠隔のコロナ制限を2週間延長と、そういうことも報告されております。デルタ株がかなり影響しているものと見られます。で、オーストラリアにおいてはシドニーですが、封鎖にもかかわらず新感染数が増加しております。もうやっぱりデルタ株に関してはもうロックダウンしようが何しようが結構厳しいというのがオーストラリアからも、出ておりますね、情報が。で、タイ、バンコクにおいても新たなコロナ制限を発行しており、厳しい状態ですね。そしてこれタイトルにもありますが、ファイザー、バイオンテック、デルタ変異株に対応した特別なワクチンの開発を発表しております。両社はデルタ変異体の完全なスパイクタンパク質を標的とするファイザー、バイオンテック新型コロナワクチンの更新版を開発していますと、2つのメーカーは書いております。これによるとワクチンの最初のパッチはすでに毎日工場で生産されていると呼ばれています。約2万便になるはずです。臨床試験は8月に開始される予定です。そういうことで、更新版なので、もうすでに既存のワクチンがあるので、それを更新するだけなので、そこまで以前のように時間がかからずに、臨床試験結果次第ですけど、また新たな次世代、第2世代ワクチンがこのように出てくる可能性が高いです。そして欧州医薬委員長 EMA ですが、3回目のワクチン接種の決定は時期なおさらということで、現在3回目のワクチンを打っている国もあったり、3回目のワクチン慎重派であったり、3回目のワクチンはいらないんじゃないかとニューヨークのファウチ氏が言っていた感じということで、いろんな意見がいろんな国々やいろんな人々から出てるので、今現在若干この3回目のワクチンに関しては不安定な状況ですね。で、マルタにおいても入国規制を強化しており、オランダにおいても規制強化へと、そしてオーストリアに関してはコロナ対策の代わりに個々の責任を要求しているということで、生配信でも若干触れたと思いますが、個々の責任に依存したいということで、規制強化じゃなくて、まだワクチン接種を受けていない人には遅かれ早かれ感染することを明確にする必要があるということで、打ってなければ感染するよと、いずれかはということで、個々で、自己責任だよという感じの流れになってきていますね。で、新型コロナワクチンなどに関してですが、イスラエル3回目のワクチン接種が可能になっております。これは一部の人たちにおいてですが、そして10日時点ですが、ドイツ 42% 以上が完全にワクチン接種を完了しております。そして少なからず1回のワクチンを打った方の割合に関しては 58.2 と、約4840万人が、1回目のワクチンを打っております。なので半数以上、半数強といったところでしょうか。またキューバ、自国開発ワクチンを承認、アブダラというワクチンが出てきております。 92.28% が臨床試験、第3相試験で有効性が示されていると発表されております。キューバに関してはソベラナ02ワクチンという、別のワクチンも開発されております。
また感染者などですが、こちらに関してはロシアであったりリビアであったりいろんなところがやはり感染者がかなり急増しております。ロシアにおいては新幹線2万5000人以上が3日連続で発生しております。そして死亡者は749人と結構増えてきております。またリビアにおいても新幹線者急増中で2854人とあります。またドイツロベルト国研究所ドイツ国内の情報ですが、新幹線者324人、発生率 6.4 に上昇、死者が2人となっております。発生率に関しては結構伸びてきてますね。もう下がることはなさそうです。死者に関してはそこまで増えずといったところです。感染者に関しても、まあ、12日本日の情報ということで、まあ、昨日の情報が上がってきているということで、昨日日曜日だったので、まあ、比較的数は平均値より少ない可能性がありますが、まあ、明日以降どうなるかという話ですね。そして欧州保健当局 ECDC ですが、欧州サッカー選手権に関連し、ドイツ国内でも18の感染者が報告されております。10日時点です。まあ、この数は今後増える可能性は一応あると思います。そしてインドネシア、コロナによる医療用酸素不足にとあります。そしてキプロスは現在コロナハイリスクエリア地域に分類されております。またオーストラリア、今年初めてのコロナ死報告ということで、11日ですね、はい、初めてコロナ死が報告されております。またその他支援などに関してですが、12日台湾バイオンテックから1000万回のワクチンを受け取ることが一応決まっております。納期がいつになるかは不明ですが、一応決まったということがあったので良かったですね。とにかくで、米国に関してはアフガニスタンに330万回分のワクチンを提供と、そういうこともあったりということで、まあ、特に南アフリカも厳しいですし、ロシアも厳しいですし、でアジアの一部の国でも厳しい状態が続いてますし、ヨーロッパにおいては新幹線が徐々に増えていっている状況があり、しかしながらそこまで規制強化をするのではなくて、もう新幹線はもう仕方がないというような感じで、イギリスでは、まあ、規制緩和が19日から始まりますし、ドイツにおいてもコロナ発生率だけを見るんじゃなくて、病院の状態を注視しようというような流れに変わりつつもあります。ということで今回の動画は以上になります。また新たな情報が手に入り次第皆様にご紹介いたします。それではまた、バイバイ。